今週のゲストは女優の桐生椎名さんです。よろしくお願いします。お願いします。まあ、女優の桐生椎名ちゃんというよりは皆さんおなじみのね。そうですね、パーソナリティ、はい、皆さんご無沙汰しております。桐生椎名ちゃん帰ってきてもらいました。ただいま戻りました。戻りましたっていうのもおかしいですけど、ね、お邪魔しております。まあ、出戻りしてもらった理由はあってね、はい、桐生ちゃん主演の舞台がね、はい、6月29日にあるということで、はい、ありがとうございます、ね、ぜひ、はい、自ら宣伝を自ら、あ、はい、ぜひ、じゃあいいですか。どうぞ。劇団シエル旗揚げ公演第1弾愛し君へ、脚本演出が、めぐまりこさんでお送りしております。6月29日土曜日、大阪の定人ホールにて昼の部が2時半、夜の部が6時半で開演させていただきます。チケットの方は前売り当日ともに2500円で販売しておりますので、どうぞどうぞ皆さんご来場よろしくお願いします、ね。はい、チケット取り扱いが株式会社シール、はい、10時から18時、はい、電話番号06-6371-9939、はい、ということですので、はい、ぜひ皆さんの生桐生ちゃんを見に、はい、ぜひ、あの初主演なので私実は。あ、そうなんですか。そうなんです、ヒロインとかはさせていただいてるんですけども、うん、全くの主演っていうのは初めてで、そうなんです、舞台では。素晴らしい。いやいや、とんでもないです。ぜひあの私の門出を皆さん見に来てください。よろしくお願いします。ぜひぜひキスナーの皆さん退去して、ね、お越し、はい、6月29日定人ホールですね、はい、お待ちしております、はい、よろしくお願いします。あ、番組見てくださいね。ちなみにそうです、どうぞ番組宣伝を、はい、はい、締めよう。じゃあ、レムちゃん、キス FM 神戸で毎週土曜日夜9時からオンエアしてます。聞いてください。